どうも、右耳スリータイヤです。ボーカル宮川ゆれんです。ギターの良平です。ベースの城太郎です。ドラムの松本誠司です。はい、我々ミニミスリープタイトは12月6日にセカンドミニアルバム、はい、ザ・マッシブ・マーケットをリリースすることになりました。ブレスしないで言ったぜ。そのリリースを記念してですね、はい、メンバーによる楽曲解説を行いたいと思いますよ、はい、皆さんいいですか。お願いします。できてます。よし、それでは今回はこの曲です。フリーズオンファイアー入ってます ね、 ね。これはすごい、なんか歌い出しの感じとまたすぐ変わりますね。まあ確かに、まあ、歌い出しの歌詞もちょっと刺激的だったりね。そうそう、火をつけるね。もう火をつけるはともかくつけてるものだもんね。本当はあれですよ、歌詞のね、みたいなんですけれども、すごいですよ。でも作るときに、そうそう、すごいテーマとして今僕この曲を入り口を聞いて思い出したんですけど、うん、今回そのアルバム全体を通してバカになろうっていうテーマが、みんなにも言ったじゃん。でもそのそういえば僕がこれがセカンドミニアルバムなんですけど、はい、そのファーストミニアルバムっていい意味でみんなの個性をバンバン出して、うん、それがでもバラエティ豊かだけど、うん、なんていうか場合によってはちょっと散漫かもしれないねっていう、うん、どれももちろん自信作なんですけど、うん、でも右耳スリープタイトならではの部分をみんなで、うん、なんか一箇所にすごく思うというか、それがそのバカになろうっていう意味なんですけど、あ、この歌詞にもバカって出てくるんで、そうそうそう、なんかそれを思って作った曲ですね。だからそのサビとかはちょっとミディアムのりの、なんかちょっと横っぽいね、ノリもありつつ、それ以外の部分はドラムベースの興味のあるパートで面白い曲ですね。そうそう、ちょっと変わった曲なんですけどね。なんかこうそこら辺のテイストがなんか、なんだろう、シンセサイザーの使い方とか、うんうん、言ったらそんなこう、まあ、音色的な変わりは言わないけど、その使いどころというかさ、フレーズのアタックポイントとかが全然違うもんだから、なんかこう、これもこれで聴きどころが全然違うし、サビになっての広がり感というか、ぐーってこう、テンポでわーって詰めていくけど、ここでふわって広がる感じが、こう、この曲が一番僕は好きなんですね。好きなことですね。好きな話するとこでしたっけ、これ。まあでも、そうだね、わかりやすい、うん、もうなんかこう、やっぱ、でもなんかロックテイストもちょっとあれだと我々のベーシックの部分というか、うん、なんかそういうのが、なんかこう、揺れ感と縦感とこうちょうどいいかなと俺の中では思ってるんですけどね。だからあの、めっちゃ騒いでる人がいたとしても不思議じゃないし、うん、はいはい、別に後ろでゆっくり聴いてる人がいても別になんか納得するなっていうことですね、これは。なんか、そう、それで言うと本当に歌詞もちょっと切ない歌詞なので、うんうん、連綿が多分ある意味難しいというか、勢いも出さなくちゃいけない、うん、でも、そのちょっと切なさもね、そこの写真メリハリが、うんうん、サビがすごい大好きで、メロディが歌ってて、そのライブではね、みんなともクラップしたり、はい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 、そう、そういうノリもね、うん、まあ、一緒に楽しめる、そう、意外と一緒に楽しめる曲なんですよね。なんか、このアルバムで聴くとしっとりめなんだけど、うん、ライブだとガン上がりする、うん、ただ締めはこのようなしっとりした感じになっちゃいますけども、はい、皆さんもぜひライブではちょっともうちょっと圧のある感じで楽しみますので、はい、ぜひチェックしてください。ザ・マッシブ・マーケット、たくさん聴いてね。バイバイ。